おととい土曜日ファジアーノ岡山はアウェーの神奈川県で強豪 C の湘南ベルマーレと対戦しました。ご覧ください。さあまずは試合に入る前にスタジアムグルメからチェックしましょうね。いいですね。会場は、はい、神奈川県平塚市の湘南 BMW スタジアム平塚。この時期の湘南といえば先月解禁されたばかりのシラスがおなじみなんですね。こちら釜揚げシラス丼。ね、ご飯が見えないくらいたっぷり乗ってるじゃないですか、ね、これだけではありません。こちらシラスをたっぷりとピザ生地の上で焼いてその場で焼いてくれるのが江ノ島シラスと生海苔のピザです。こちら美味しそうだね。はい、食べたい、ね、試合でも湘南を飲み込みたいファジアーノ岡山、うん、嬉しい話題が入っています。怪我で出遅れていた新加入の11番染谷和樹選手が復帰しました。この染谷選手、昨シーズンは岐阜で2桁得点を挙げたという非常に期待の大きい選手なんですね。ただそんなファジアーノの良さも逆に飲み込んでしまったのがここまで開幕5連勝リーグ C の湘南ベルマーレの底力。前半はゴールキーパー中林選手の好セーブでなんとか0点に抑えたんですが、後半8分でした。コーナーキックからゴール前にこぼれたボールを蹴り込まれついに得点を許してしまいます。この日のシュート数ですが湘南が26本、一方のファジアーノがわずか5本でした。チームの攻撃の形がなかなか見えてきませんファジアーノ。そして後半43分にはダメ押しの2点目を奪われてしまいます。これで2対0、湘南に完敗。今シーズン3敗目を喫しました。このまま湘南にやられたという思いを持ったままいるのは悔しいですから、今度はホームの岡山の時にはここまで走る湘南に対してもっと走ってですね、走る湘南よりももっと走る岡山という部分をホームで岡山で戦う時には見せるように努力していければなと思っています。